えー、大文括弧に炭酸ナトリウムや炭酸水素ナトリウムを水に溶けやすい物質である炭酸水素ナトリウムの加熱分解によってこれ加熱後に残るどっちも白い個体で一見物質としては変わっていないのですがこの水の溶けやすさなどから比べて別の物質に変わっているということを確認しましたあと炭酸ナトリウムは強いアルカリ強アルカリ 炭酸水素ナトリウムの方は弱アリカリ性。という違いもありましたね。丸一番、水100グラムに物質を溶かし、飽和素溶液にしたとき、溶けた物質の死は何と呼ばれるか、その名称を書きなさい。水100グラムにどれだけその物質が溶けるかということです。これを溶解度と言いました。 2番、フェノルフタレイン液はアルカリ性のものがあったときに赤色になるやつなる、えー、主役です。えー、ですからあ赤色になります。3番、ビーカーに水100グラムと炭酸水素ナトリウム20グラムを入れて温度を10度に立ち上がりよく,かたところよくかき混ぜたところ、一部の炭酸ナトリウムが溶けれずにビーカーの底に残った。 このビーカー内をよくかき混ぜながら10度まで30度の中で入れするとき、ビーカー内の水溶液の温度と溶けている炭酸水とナトリウムとの関係はどのように表されると考えられるか、<coughs> ズージュさんに実践に書き入れなさい。まず今、10度です。これ 100g に溶ける量なので、これをこのまま使え,れば使えばいいでしょう。20g を溶かそうと思いましたが、20g を溶かそうと思ったら10度だと、この10、うん2、3ぐらいかな。 違うかこ15だから 12, あ12ぐらいかな、グラムぐらいまでしか溶けません、残ったこの8グラムが溶けきれずに、えー、ビーカーの中にあります、で温度を上げていけば、その溶ける量は増えていきますで、これ以上溶けないので、この線をこうなぞっていく、これがこの問題ね、ただし、もともと20グラムしかないので、ここから先増えることないですね、こうなりますね。 正解はこの形になります2.5度くらいで全て溶けきる,るっていうことが表せられればいいです